きい。もうすぐ神様に会えるのです。じゃあ未来ある若者たちに乾杯だ。うちゅう、どうした、ぐっといきな。実はお酒を飲んだことがないっておじゃる。うん、そうか、初めてってんならちょいと待ちな。最初の印象は大事だからな。うはらい、棚の一番上にあるやつを持ってきな。よろしいのですか。あれは、あんな大層な酒、こんな時でもなきゃ飲む機会なんざねえよ。かまれ、持ってきな。おれ。おお、なんとか詳しい。それにこの風波のような美しい色合い、美味しそう。私も飲みたい。ジョーちゃんはまだダメだ、もう少し大人になってからな。うん、私はもう大人だぞ。自分で大人だっていうのはお子様の証だ。代わりに地位の分まで俺が飲んでやるよ。お前もだ。見た目はどう見てもお子様だからな。利言葉の旦那、そりゃないぜ。ではいただきますね、お茶。おお、なんという、もしやこれが甘露というものでおじゃるか。ほう、わかるか。そりゃうまいだろうよ。三日月、飲まなくてもわかるのか。見覚えないか、あれは兄者が持ってきたやつだ。ああ、どこかで見たと思ったら。帝が手ずから貸しなされた酒らしいからな。聞いたことがありますわ。よほどの手柄を立てないと賜れない一品と、それ極上にて天の雫とまで言わしめた酒ですわね。で、恐れ多くて誰も飲むことができないって落ちたな。まあそんなとこだ。親父が飲みもせずよく酒瓶を撫でていたのを覚えているわ。そんな貴重な酒なのか。なに、酒は飲んでこそなんぼよ。そうは酒にして酒にあらず、浸水なれば何人これを平らげ立てまつらん。そう歌われる天下の美酒でおじゃるな。お、白色じゃねえか。飲みっぷりも見事だ。とても初めてとは思えねえ。それほどでも。さすがは利言葉様だ。少しずつながマロロに笑顔が戻ってきた。親方様、お二方いらっしゃいました。ハンターに来やがったか。鼻の利くやつらだ。いや、地層になりに来たよ。おや、まだその酒を隠し持っていたとはね。俺のはもうとっくに飲んじまったがな。世の中には律儀な奴がいてな。おいなら、その律儀者に感謝せにゃ。何かええことありゃええのを言うとったんじゃ。いやいや、まさに極上の酒だね。そいつを見るんは何年ぶりかの。遠慮のう呼ばれよ。知った、遠慮しやがれ。やれやれだ、こいつらの勘の良さを甘く見てたぜ。この方々はまさか。シャッホロー、ソヤンケクル様、藤
不従利王をオーゼン様であらせられます。うん、電子か。アガーに屋根こいもんに挑もうとは大したもんじゃ。でも、マロは全然ダメだったでおじゃるよ。2、3度落ちるのは当たり前さ。中には生涯挑み続ける者もいるぐらいだからね。その通り、落ち込まんで。まだ若いのだからね。失敗も経験のうちさ。諦めずにもう一度頑張ってみるでおじゃるよ。マロロ殿も前向きになったようでよかったですわ。ああ、同じ言葉でも俺たちが言うのとでは重さが違う。しかしな、電子とはそんなにすごいもんなのか。今さら何を言ってるんだ。だがな、アニジャは一度で受かっていたぞ。一度で？もしや、兄君とは雷光様のことでおじゃるか。あのお方は史上最年少で合格した誠の才人。マロなんかはとてもとても。やはり帝都にはすごい奴が集まるんだな。俺はまだまだだ。手続きがあるからここで少し待ってておくれな。わかりました。兄上のいるディコトマ様の家ってどのあたりですかね。私が先に行って調べてくるのです。なら僕も行きます。キュールはダメなのです。天仲舞王子としての役目を果たすのです。そんな猫ねさん。まあ、いいね。どうだい、私の持ってきたリンタンは。この熟成されたリンタンが醸し出す芳醇な香りと舌触り、これぞ大和一にふさわしいと思わないかい。確かにうまい。おいじゃが、ヤマト一言うにはまだまだじゃな。これ飲んでみ。花の朝露を集めて濃くしたみたいじゃろ。甘露いうんはこういうんじゃ。ヤマト一の酒は不従理の話じゃろ。うまいのは認めるが、リンタンに比べるとどうかね。そっくりそのまんま返しちゃる。やめろ、んなことで喧嘩すんなよ。どっちが上とか、酒ってのはうまけりゃそれでいいだろうね。何を言うんだね。そこはとても重要じゃないか。おいじゃおいじゃ、一瞬がかかってるんじゃけん。こいつらめんどくせえ。ねえねえ、父様もそうだったけど、お酒ってそんなに美味しいの？ん？ああ、うめえな。王禅のセリフじゃねえが、まさに甘露のごとくってやつさ。おお、そうなんだ。おい、酒は大人になってからだ。物欲しそうにコップを突き出してもダメだからな。うん、ちょっとくらいいいと思うぞ。仕方ねえな。背伸びしたくなるお年頃ってか。ちょいと飲んでみるか。本当？うん、ちょうだいちょうだい。おい旦那、さっきダメだって言ってただろう。お？そんなこと言ったか。知ったぐれはいいんじゃねえか。ダメだ、完全に酔ってやがる。ほーれ、飲みねえ飲みねえ。親方様。あ、
ああ、と思ったが、やっぱりもうちょい大人になってからな。おじちゃん、いや、ほらな、よく考えてみたら、ジョーちゃんにはまだちょっと早いかなって、いいな。前から思ってたが、ユーリには弱いんだな。おじちゃんに裏切られた。ルコ、お子様はお子様らしく、ジュースにしとけっての。酒なんてのは、ガキンチョが飲んでもうまくねえぞ。うん、やっぱりすんごく美味しいんだ。だってもう子供じゃないもんね。やれやれ、どこがだよ。お子様みたいにお子様の上等句言ってどうする。いかんね、ぬいぐるみが生きているように見えるのだが。わしもじゃ、ちいと飲みすぎたかの。お、おお、そいつはまだ飲み足りないって証拠よ。俺飲み、じゃんじゃん飲み、宴は始まったばかりって。ん、ええ、なんで、もう空になっちまったか。ユリ、すまんがもう二三本つき。うん、いや面倒だ、とっておきの亀があっただろう、そいつを持ってきてくれ。わかりました。すぐにお持ちします。でも、あまり飲みすぎないよう、ほどほどにしてくださいね。もう、お年なのですから、ご自愛いただきませんと。やれやれ。そりゃもう若くはねえが、年頃の娘に年寄り扱いされると、ちょいと胸に刺さるね。君とこの苦悩を分かち合う日が来ようとはね。うちは女が多いだけじゃのうて、いっちゃん上が女じゃけ、口が臭いとかほんま容赦ないけの。やめたまえ、それは私にも聞く。お口臭い。出たよ、シューニャのお箱、やめて差し上げろ。ところでとっておきとやらを思想してくれるのは嬉しいんだがね、私としては星のそれに興味があるのだよ。聞いているよ、星に下げたそのとっくりの噂は。相変わらず目ざといな。だがしかし、そいつはできねえ相談ってやつだ。君にしては珍しくケチくさいことを言うね。おじゃおじゃ、握りじゃの。そう言うな。トライモノの蜂蜜酒も出してやるから、そいつで勘弁しろ。蜂蜜？ねえねえ、ハル、聞いたよね。蜂蜜だって。ダメだっての。ハルのケチ。代わりに俺が飲んでやるから我慢しな。くぅ、うめぇ、小僧ロップに染み渡るとはこのことだ。あ、勝手に飲んでる。いて、むしろだ。やべ、そこは再生しづらいとこ。シューニャちゃん、お酒なんてそんなにいいものではありませんわ。それよりもこのリンタンの果汁が美味しいですわよ。おお、それを気に入ってくれたかね。なら君も素質ありと見た。将来が楽しみだよ。うん。どうした、杯が乾いているぞ。にゃほほ。どうだ、マロロ。少しは気が紛れただろう。感謝感激。まるで心に羽が生えたようでおじゃるよ。そうか。ならよかった。
ありがとうでおじゃる、おしとる殿。これでまた明日から、また、引き上ておじいちゃまに。おい、またか。めんどくさいやつだな。よし、貴様ら、脱げ。は？うじうじ考えていたって仕方がり。背負っているものなど脱いで、全部さらけ出してしまえ。海に磨き上げられたこの体を見せる時が来たようだね。開拓で鍛えたこの体も負けとらんわい。なな、何をなさっておられるか。どうした貴様ら、一物が縮み上がったか。脱げばいいの。シュンヤちゃん、何をして。こら、明日ない真似は。ああ、お嬢さん方は脱がなくてもいいからね。そこで見学していなさい。当然です。あ、いや、見ているという意味ではなく、というか隠していただきたいですわ。春も見ていないで止められよ。ガキンチョが脱いだところで誰も気にしないっての。ちょ、やめて。同じところをむしらないで。再生が追いつかないの。一つひるむは男の恥ぞ、二つ振るわんこの剣。行くか。おや、おしとり殿、三日月殿。三つ三葉など気にせぬものぞ。ルゲマロロ、その重しを脱ぎ捨てちまえ。お前が堂々としてさえいれば恥じることなんか何もない。そうでおじゃ、マロも男でおじゃる。やつよのため、国のため、五ついさをしうちたてん。楽しそうだな。俺も混ざってくる。私も私も。シューニャちゃん、だからダメだと言っておるではないか。乙女がそのようなはしたない真似を。ごめんください。はい、どなたですか。まあ、かわいい。こちらで兄様がお世話になってると伺ったのです。兄様。兄様はオシトルと申しますです。まあ、オシトル様の妹さんでしたか。どうぞお上がりください。やった、やっと兄様に会えるのです。兄様。むつ娘のしかと見よ。兄様、ま、おう、なんだこのちっこいのは。お、ねこねか、なんでここに。てなわけないか。こりゃだいぶん酔ったかな。猫根はエンナカムイにいるはずだからな。なんだ、幻覚か。おれ、よしよし、兄ちゃんがギュッてしてやるぞ。ふぅ、貴様の妹が。ならば俺も可愛がってやらんとな。てら、ここは一つ、嬢ちゃんに歓迎の舞を披露してやろうじゃねえか。ラセラーラセラーラセラセラセラー。
兄弟子であるこの三日月が抱っこしてやるぞ。当然の報いだな。何食わる顔で兄弟子などと。さあ兄ちゃんがギュッてしてやるぞ。うほー、なぜ。兄様、不潔です不潔です。